久保さん。社会貢献じゃなくて、他人貢献ですね。<laughs> 他人のためにっていう <laughs>。社会には僕貢献できないですけど、目の前のお客、お客さんの、お客さんのなんかでは動けますね。でこれからも、まあね、なすげえもう何億人、何億人は盛りすぎか。何千人何千人無理だな。何百人だと思うんですけど、まあ何百人ぐらいの人生は変えていきたいなと思いますね。 うん、多分ね、100人は行ってないと思うんですよね、まだ。うん、その人生変えました、月収何百万ですっていうのは。うん、100人は行ってないんですよ。多分、40、50。まあ、久保さんとか、まあ、その、めちゃめちゃ古株も入れるんだったらちょっと変わってくるかもしれないですけど。<laughs> まあ、でもぼ、僕の力だけでもないですしね、全然。うん。でも、山口陸がなければね、久保さんはね、今ないと思うんで。<laughs> 山口陸ですよ <laughs>。あの時、ね、ほんと久保さん、印象深かったですけどね <laughs>。まあ、あれはね、僕、僕みたいなやり方で売ってる人はあんまり、僕がもう全プロモーションでしたから、山口陸に関してはね。そう。あんなやってる人いないですからね、投資そう。うちらぐらいでしたよ。そう。 だからちょっとあの,あの他とは多分違う差別化ができたんじゃないかなと思いますし、うん、あれはあれまで大変でしたけど面白かったですね、うん、はいいってらっしゃい。